今月のいいな、伊達は秋の紅葉の霊前をお届けします。今回はスペシャルゲスト。伊達な宣伝部長の森藤弘樹さんが案内してくれますよ。では、森藤さん、お願いします。今日は霊前の紅葉がすごく綺麗になっておりますので。まあ、伊達市と言ったら、やっぱりここは外せないというポイントであります。 両前の魅力をお伝えしたいと思いますでは行ってまいりますさあ出発進行初めは結構広い道を登るんですねだんだん道が登山道らしくなってきましたこの辺りが一番の辛いところかな森藤さん頑張って 小さな川が流れていて水の音心を癒してくれますねわ目の前に大きな岩ですあれ森藤さん止まっちゃったけどいやいや綺麗な紅葉が見れますね振り向くと綺麗な紅葉ですねすごいさあ はしごを登ると最初の絶景ポイント宝珠台ですここが第一のスポットですよね間違いなく、ね、最高の景観あの辺もないやいやすごい大体ここまで10分 15分そんなもんできててこの景色にたどり着けるってなかなかないんじゃないかな大時代の眺めは最高はいでここがさまざ、あ、まな分岐の一つなんですけど私たちは涼禅寺跡に向かいたいと思いますのでこちらの道ですね。風が吹いて すごく落ち葉が舞っていい感じですじゃあ行きますかそして岩の下をくぐるような登山道を進むとおすすめのスポットですよね森藤さんここは、えー、の天狗の相撲場といいまして大体カブト岩か天狗の相撲,相撲場ですか この2か所は皆さん立ち寄るところです両前城に行く前にまあなんでそう言われるかっていうのはあの見たらすぐわかると思いますんで行ってみましょうはい、行ってみないとわからないですねはここは梯子のような橋を渡ります森藤さん、なんか狭くてすごいところじゃないですか、えー 昔の人飛んだんかここうわすごええすごい,、えー、すごい本当になんかでこぼこしてて今橋があったから来れましたけど昔の人どうやって来たんですかねうんでもやっぱりこういう岩肌がしっかりと出ててっていうのが稜前の魅力だと思うんですね まあ、岩肌が出てるからこそ紅葉の赤さとか新緑の緑の,の緑緑さっていうか、はい、もう見事にそれを体現している場所の一つが、まあ、この天狗岩ということになりますほんと森藤さんの言う通りで岩肌が出てるから紅葉が際立ちますね素晴らしい森藤さんなんかすごいところに立ってますね この辺りは国志沢という岩が多いところですごいとしか言えないですね、うん、ではそろそろ稜前城跡につく頃かななんだかんだとあっという間に稜前城跡地と稜前城跡につきましたねはい多分地元民にはおなじみの絵だと思うんですけど昔こんな感じで。 お城がこの辺に建っていましたとこの星が現在の位置でございますいやー信じられますよく作りましたよね登って登ってえー、すごいちょっと雲海まだ見れますえー、っと時刻は 午前10時40分くらいですか、ね、えー、すごいいやラッキーですね猟前場後からちょっと奥のところなんですけど歩いて10秒20秒のところうん伊達市民でよかった <laughs> 雲海が綺麗でしたねさあ森藤さん次はどこに行くのかなはいそれで両前城を後にしましてあの裏を歩いてくるとこちらがの東物海岩といいまして両前の山で一番高いところになりますはいではどんどん行ってみましょうよし ちょっとした大冒険ですよこれは。はい、と、はい、ういうことで到着しました。ここが両前の最高地点、825メーター。まあどっちか知りませんがだいたいです。ここからの眺めで天気がいい日はあのー、太平洋も見えるということで、私は。 まあなかなか機会に恵まれず見たことはないんですけど、結構見てる人もいるみたいなんで、やっぱこれはなでしょう日頃の行いに比例するのかなと思います。ぜひ全光積んでここまで来てください。あと仙台の方もバッチリとはい見えたり、今は秋なんですけども、まあ夏の予想にも全く違いますし、四季折々の楽しみを。 できるんじゃないかなと思います。山頂は外せないポイントですね。はい。えっ、ー、と、今、今ほど東物見岩から降りてきまして。で、ここが、数ある分岐点のまた一つなんですけど。まあ、向こう行ったら、アリの。戸あたりだったりあるんですけども、私たちはこちら。はい、兜岩の方に。 行くというこの運命の人生の分かれ道ですね。また行ってみたいと思います。はい、えっ、ー、とここがのかぶと岩と言われるところで。ここからですと、あの国士座が一望できますね。あそこすごい綺麗な色づきの。 年いろいろともうちょっと赤みが出るのかな、これから、はい、ここからの景色も最高ですね、どこからでも最高なんですけど、あとはぜひ足元は気をつけて、本当に気を緩めると、大変なことというか、取り返しのつかないことになってしまいますので、くれぐれもお気をつけてきてください。 兜岩からの眺めもほんと絶景です。どこを見ても綺麗です。さあ、森藤さんお帰りなさい、はあ。到着と。はい、お疲れ様でした。ここまで見ていただきましてありがとうございます。えっ、ー、と、まあ動画の中でいろんな場所を巡ってきまして、まあ、きっとその見ただけで感動したり、満足してくれた方もいらっしゃると思いますが。 やっぱりあくまでもそれは何でしょうバーチャルな世界っていうんですかね是非一番はあのこの地に来ていただいてで山を巡っていただきたいと切に願いますやっぱり画像で見るのと肉眼で見るのとは全く違いますんではい今お腹満腹であれば来て登ったらもう爆発するくらいの よりすごい満足感を得られますので、ぜひ両然、まあ、立石両然にお越しください。森藤さん、お疲れ様でした。両然は手軽に登れるのに絶景の連続でとっても楽しめる山です。秋の紅葉のほかに春の新緑もおすすめですよ。さあ、十八回目のいいな伊達は。 秋の紅葉の涼泉をお届けしました次回もお楽しみに